ボケが私の趣味なんだ。君が照れれば照れるほど非常に気分が良くなってしまう。試しに下着を下ろしてみようか。それとも君が拗ねなくてもいいじゃないか。ちょっとしたジョークで手伝いに来たのでなければ何用だい。私は忙しいんだ。手早く頼む。これでまん。ああ、私の目標はあくまで賢者の。だからこそロマンがあるんじゃないか。君も錬金術師の端くれなら伝説に触れてみたいと思わないかい？君は昔は神童と呼ばれたのに、君はまるで才能を生かそうとしない。カノン、それで私も君の天才的なセンスには一目置いているんだ。君のような存在が同世代にいて私は幸せだよ。それでけん、あの時は度肝を抜かれたよ。同級生に凄ましい人間がいるとね。一度適当に賢者の石を生成してみないかい？もしかしたら、ああ。気が変わる。試せるものは何だって試すのが錬金術師だろ。君のように天才的なセンスを持ち合わせているならともかく、私は平凡な人間だから、さまざまな手段を用いて試行錯誤。それじゃあ行こうか。あまりルリ君を待たせると面倒だからね。ああ。着替えた方がいいか。まあ他人からどう思う。着替え。別にそれより。ではこれより計画の概要を説明させてもらおうかな。私の考え。